か木の枝が落ちてない？これ。あ、木の枝ゲットできました。あ、なんか細かく結構見らんやいかんですな。あ、なんかあるぞ。お、え？これなんか引っかかんの？なんだ？はい。なんかめっちゃ隠しておったけど、なんか引っかかったね。なんと、土の中からちぎれた数枚のページが出てきた。あ、壊れた。いや、もうこれで掘る必要はないってことだから、だよね。そういうことだよね。なるほどね。なんかあるとこがこういう模様がちょっと、あれなんだな。こちらの鍵はとても暑くて暗い場所にあるよってことしまってるんだね。あ、これさ。ん？崩れた瓦礫。レベルがないとダメとかないよね。まさかね、もう積んでんじゃんだってそうやったらね。精霊を模したぞ。精霊？時計は壊れてる。このきしみめっちゃ気になるんだよね。あえて何回も乗ることによってさ。いや、あの、オルガン。ぶっ壊れたりせんかなっていう気はするけど、ん？なんだ？あ、壁にあるやつね。これ穴ない。何も反応なし。暖炉。特に変わったものはない。張り紙の位置が高くてこのままで読むことができない。椅子持ってこようか？動かない。固定されてる。あ、でもこれは明らかにおかしいっす。これ動くね。あれでもちょっと待てよ。ちょっとよく考えよう。よーく考えよう。こっち穴があるでしょ。ここを通ったらちょっと詰むから、これちょっと。よし。が、この、というものは、親として実に、ん？我が子の成長というものは、親として実に喜ばしいことだが、年を重ねるごとに行動範囲が広がり、私の目の届かない場所で、危険な目に遭っていないかとても心配になる。特に、この近辺には、危険がいっぱいで、包丁や、あ、厨房か、調理バサミといったもので、怪我をしないかと心配になり、夜も眠れない。私は、何段の鍵をオルガンの後ろへと隠すことにし、あ、そこで的な。オルガンの後ろ。押せる？無理だよね。オルガンの後ろ。よく見るとオルガンと壁との間には小さな隙間が空いており、奥の方でかすかに何かが落ちているのが見える。手を伸ばす。届かんやろなぁ。そうだよね。あともう少しだが、わずかに届かない。どうやら手だけでは無理そうか。そこで、木の枝を使って隙間に落ちている何かを手繰り寄せた。厨房の鍵ゲットー。ありがとうございます。ここかな？はい。これ何？これも壁。外の光が窓から注がれてる。バリっていうほどの光じゃねえ。棚の中には割れた食器などが散乱。外に骨も待ってたし、樽。樽は少し湿ってるよ。中身は空っぽのよ。大きな袋持っていく。え？今自動で動かしてます。袋は大きすぎて持ち運ぶことはできそうにない。大きなカゴを置いてある。取っ手はなく、大きすぎるため持ち運ぶのは無理そうだ。で、これ引っ張ったけどなんか意味あんの？テイポッド。この世界についてその1。はい。はい。この世界では命あるものはその命を物のように取り扱うことができる。それは、例えば命あるものはその命を他の命なきものに与えることもできれば、命なきものが命あるものからその命を奪い、自分の命にできるということ。つまりこの世界での命を奪うという行動は、その名の通りそのものの命を取って自分のものにできるということである。特にあなたが命を持っているものならば、用心するに越したことはないだろう。
なるほど。狙ってくるということですね。それは。怖いですね。超利用バスに、劣化が激しく使い物にはなりそうになる。そんなわけ？かまどに火が灯ってる。かまど灯を開ける。危ないけど、危ないよね。今のままでは灯は熱すぎて、かまどを開けることができない。どうやら、かまどを開けたいなら先に火を消す方がなさそうだ。水がいるね。壁に布の袋を持っていけるの、普通に。両方持っていては悪いので、片方を残しておく。善意がすごいね、この子の常識がちゃんとある子。ね、育ちがいいんだろうな。あ、なんか酒があるけど、これ持っていけんかな。無理？これは？中の水はすでに枯れ果ててしまっている。ティーポットでも袋に入れてなんか意味あるか？土だ。土を入れるんだ。そうか。これを、土を入れる。ごめんね、素手で。シャベル使っちゃったから。はいはいはい。そのための土か。で、土を、土でも消せるか。どう？土の入った。とても重たい。早く下ろして。あれ？違う？あ、違うんですね。じゃあどうすればいいんだろう。ここに、あ、釜の火に土をかける。これ。土で消せる？消せるんだ。はい、開けましょう。鍵が、あ、まだ余熱、あ、冷めるのまだ、はい、一回出るんですね、じゃあ。一回出て、また入って、冷めたかな。まだ暑い？